はいどうもちかでーす。今年は年内チャンネル登録者数1000人を目標に活動していますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでまずは1週間必勝アリーナランキングね、走った皆さんお疲れ様でした。いやー、というわけでね、最後まさかのね1時間で5000人のボーダーがね 2.2 億から 2.3 億までね跳ね上がったというわけで、まあおそらくアリーナ史上 1,2 を争うね最後のボーダーのね伸び率だったんじゃないかなと思います。それではね、自分はね5000人の S ランク選択企画書っていうところをね目標に走っていましたが、無事ね獲得することができたのか、順位とポイントの方を発表していきたいと思います。まず累計必勝ポイントの方が2,3,184,3,173 ポイントと、というわけで順位の方が3,861でした。というわけでなんとか5000人のねボーダー入り、選択企画書獲得することができました。いやー、ほんまにまあさっきも言ったんですがね、最後のね1時間必勝アリーナ史上 1,2 を争うぐらいのね伸び率だったんじゃないかなというわけで、今回がね初めて必勝アリーナ走ったんですが、もう初めてがねそんな 1,2 を争うね伸びだったんでね、結構しんどかったですね。というわけでまあ今回ね必勝アリーナ走ったことで、必勝アリーナ、プロスピ、応援団、ターニングポイント、バッティングトラベラー、熱湯スタジアムというねまあランキングイベントね全てで選択企画書ねゲットすることができました。でまあ多分ね古くから知ってる方はねこのランキングイベントを知ってるかもしれないんですが、ミリオンマネジメント、確かね2019かな、1918か、トラベラーが登場する前、ここでトラベラーが初登場したんですが、その前やか18かな、18年まで必勝アリーナと共に偶数団のランキングイベントとしてね開催されていたミリオンマネジメント、あれだけはね唯一、ランキングもね入ったことないですし、トロフィーも獲得したことがありません。というわけでね、まあ、そこもねゲットできてたら歴代のねランキングイベントっていうのはねおそらく全てコンプだったかなと思うんですが、まあ今ね現在ランキングイベントとしてね開催されているものは今回の必勝アリーナで全て選択企画書ね獲得することができました。で一応ねミリオンマネジメントに関してもね一時期ランキングイベントじゃなくて通常イベントに変わってね登場してたんですが、もうここ2年弱ぐらいはね来てないんで、おそらく廃止されたんじゃないかなと思います。というわけでね、まあ矢野さんに関しては3年前の TS4 段で獲得60連引いてね獲得して以来なんで、まあこれをね継承して、まあ梅ちゃんがねミート型無理になったんで、今確かね控えにね梅ちゃんリーグオーダーミート型でね入れてると思うんで、まあそことねチェンジしてリーグオーダーの方に入れようかなと思います。なんちゅう特殊能力の上げ方や、3年前の俺捕手レベル1、アベレージヒッターレベル1、チャンスレベル2、もうちょっといい上げ方あったよ。まあ多分ねこれ当時ね特殊能力あんま上げてなかったっていうのと、今ちょうど来てるね俺の球場飯でまあちょっとずつ上げていったんじゃないかなというわけで、まあこれね一切継承できないんで、まあこのまま継承しようかなとは思います。で一応ねエナジーの方ランキング走り始めてからね一応受け取らなくて、ランキングね走り始めたのが今回ちょっと遅くて、24日がね甲子園行ってて楽天セミにで、まあ25日から少しずつねエナジー消費して走ってたんですが、まあ累計終わったのがね確か26の夜かな、木曜の夜だったんで、まあそこまではスローペースで、で27の金曜日からまあ生放送をね見てくださってる方は知ってると思うんですが、27、28、29、30とね生放送でガッツリやってたというわけなんですが、一応ねエナジー割り出したタイミングが2483エナジーで、現在ね1723エナジーまで消費した状態となっています。というわけで今回ね自分の場合ね3861やったんですが、まあ、3861になるためにねかかったエナジーとしては760エナジーとなりました。というわけでまあ30連分ちょいで5000に入れたのかなっていう感じです。で、まあ、消費エナジーがね、760と言ってたんですが、まあ、このね、1週間で、デイリーミッションとか、第認定戦とかのね、エナジーとかも一切受け取っていないんで、まあ、そこもね、受け取ってエナジーがね、どれぐらい返ってくるかっていうのをね、今からやっていきたいなと思います。というわけで、一括受け取りテストをお願いします。さあ、1723エナジーから、プラス232エナジーというわけで、まあ、バックも込みで、マイナス528エナジーでね、この1週間終わることができました。いやー、というわけでね、まあ、このね、1週間、メンツの割には、熾烈やったかなと思うランキングですが、まあ、なんとかね、5000位入ることができました。というわけで、まあ、今回走った感想としてはね、もしかしたら TS 第4弾、おそらくね、バッティングトラベラーが来るんじゃないかなと思いますが、そのタイミングでね、5000位じゃなくて、もうちょっと7000位とか8000位までね、ボーダーが広がる可能性っていうのはあるんじゃないかなと思います。今回の5000位のね、ボーダーが確か前回の TS4 段の1000位のボーダーをね超えてるはずなんで、まあもしかしたら少しだけね緩和してくる可能性はあるんじゃないかなと思います。それではねランキング報酬の S ランク TS 選択契約書と A ランク TS 契約書ね開封していきたいと思います。まずは A ランクの方からいこうかな。というわけで、もちろん矢野監督狙いテストお願いします。さあ矢野監督の A、まあ5回 A 確定してるんでスキップしましょうか。矢野さん、おーデスパー、 OK です。とというわけで1週間というかがっつり走り出したのはね金曜の夜からなんですが、まあ1週間ね開催されていた必勝アリーナ3861位に入れたということで、選択アクションの方をね開封していきたいと思います。とでまあもちろん、矢野さん狙いです。
S ランク TS 選択契約書第2弾シリーズ2022シリーズ 1TS ポジションを保守。上記の選手で間違いありませんか？ありません。上記の選手を獲得します。よろしいですか？よろしいです。というわけで、まあ1週間ね、本当に必勝アリーナ走った皆さんお疲れ様でした。いや、というわけで、まあ矢野監督のね TS ラスト、まあ監督としてね、おそらく TS ラストに、ね、なるんじゃないかなというところやってたんで走ったんですがね、まあ屋台にね、おそらくオーダー入りはしないと思うんですが、獲得することに後悔はありません。というわけで矢野さんです。ありがとうございます。はい、というわけで今回は矢野監督がね TS ラストということで走った必勝アリーナの最終順位の報告動画でした。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まあ次のイベントとしてはね、おそらく6月6か7、まあおそらく6なんじゃないかなと思うんですが、まあそのあたりからね開催されるであろうエキサイティング第1弾第2弾とね、まあ約20日間ぐらいねあって、その後1ポジションぐらい追加来て、またね6月末に TS3 弾が来るというね流れで6月は進むんじゃないかなというわけで、 TS3 弾ね誰来るかっていうのがね結構楽しみなところかなと思います。まあ個人的にはね、まあ中継ぎで久保田さんが来るか、外野でね新庄さんや福留さんあたりがね来るのかなとは思ってます。それでは今回の動画ね、この辺で終わりたいと思います。今年はね、ないチャンネル登録者数1000人を目標に活動していますので、今回ランキング走って矢野監督取ったらナイスだよと思ってくれる方は、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。